はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのパワコ、ルカティンガチャですね、引いていきたいと思います。まあ、デビューキャラとしてね、ルカティンがいるんですけれども、今回は完全にもうルカティン目的なんで、まあ、一応40連のところでね、 SR 以上の、ルカティン1枚確定しているんですけれども、それより前に、ルカティンが出たらもうちょっとそこで撤退したいと思います。まあ、一応火山院とね、ユールちゃんはもうすでに持ってるので、まあ、ちょっとね、ルカちゃんを確保していきたいというところになります。で、タンガチャはバナー PR 以上か、まあ、ここからいきますか。仮にここで SR ルカティンが出たら終わりっていう、まあ、そんなことはないけど、火山院、あれ火山院って俺いくつだっけ ?5 にはなってないけど、結構それなりに高かった気がする。まあいいや。で、10連目ですね。ここは SR1 枚確定。まあ、バナーキャラが2回あるのか。3分の1が1回だからね。お、2枚入ってる。おお、ゆりちゃんか。持ってなかったっけ。ハッチ火山院の PR、 あれどれくらい、なんか結構高めだったよね、そのバナーキャラが出るのって。出現率 30%、 あ、そんなに高くなかったわ。じゃあ次20連目、ここはバナー SR。 あ、ただねルカティもね45になれば試合経験点がついたはずなんで、レベルが高いには越したことがないけど、そこまで強引に引きに行くかって言われたら、一応40連でね、確定してるんで、まあ、手に入んなかったらちょっとそこまではやっていきます。火山院でしたと。これ火山院今回プラゴ多分行くな。で30連目ですと。火山にもね、得意練習2種類持ちで精神が入ってたりするんで、ちょっとトリックスターっていうのがね、ユールちゃん1種類ずつ出た感じか。そうするとお、赤原の PR、 赤原はね4くらいだったから PR が出てくれるのは嬉しいですね。じゃあ40連目まで来ちゃいましたけども、引いていきましょう。ほい、ここはルカティンが入ってるんで、お、2枚、これはもう確定 OK です。お、また火山院か。ちょっとルカティンのテーブルを見て、精神ボーナスがついて、で固有で技術でしたね。なんか前回のサクセスだと固有で精神だっけみたいなことを言ったけど、ちょっと逆で固有が技術で、通常で精神ボーナスが8と、まあ精神ボーナスがね高いんで、それはそれでいいんですけれども、タックも固有がつくので、ここが25か50かだから70の技術ボーナス6の精神ボーナス8という感じになりますので、得意練習はメンタルと守備、ちょっとねコツがね微妙なんですよね。意外性と、ラッキーボーイ、他はあったかな、ない。まあそんな感じなんでコツが微妙ですけど、まあメンタル守備の得意練習で固有がついて 70% あって、技術ボーナスと精神ボーナスがあれば、まあ、結構経験点は、稼げると思います。で45にすれば試合経験点ボーナスが入りますので、まあさらにね上積みができると、言ったキャラになってますという感じで、じゃあ次はね、ルカティンを使って、強化パワーコー第2次の方ですね、やっていきたいと思います。でその前に一応なんか火山院がどれくらいかだけ見ておきたい。ここは
もうプラゴにはなるはず。どこだカザインって。あ、いた。あ、3か。まあまあまあ、で2枚は手に入ったもんね。 PR とか使えばまあ1枚くらい余る感じかな、というところです。カザインってちなみに45になるとどうなるの。あ、敏捷ボーナスが6か。敏捷ボーナスってでもそうだよね、4あって敏捷ボーナス4か敏捷ボーナスプラス2になるのか。うん、まあ、そこまで大きな変化はないけど、ちょっとだね。本当にちょっと上がるっていう感じですね。でちなみに50だと練習効果30がつくので、まあ、それはかなり強くなりますね。ただ PSR は別に持ってないので、火山員は45で、まあ、使用していきますという感じですね。まあそんなところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。